キュラソー島の港町ウィレムスタット市内の歴史地区はカリブ海南部に位置するオランダ王国の構成国キュラソーにあるユネスコの世界遺産リスト登録物件である。名称の通り、首都ウィレムスタットの中心市街が対象となっている。アムステルダムの運河沿いを彷彿とさせるような特徴的な破風の建物が美しいパステルカラーに 彩られた街並みは、オランダ海上帝国の植民都市として建設され、熱帯地方の気候に順応しつつ発展したかつての都市計画を伝えるものである。1997年に登録された当初は、オランダ領アンティルの港町ウィレムスタットの歴史地区だったが、オランダ領アンティルの解体とキュラソーの単独自治国化を踏まえ、2011年に現在の名称に変更された。 アムステルダム用最優秀のウィレムスタット市街参考。オランダのアムステルダムの街並みキュラ総統は1499年にアメリゴベスプッチラによって発見され、移行スペイン領となっていたが、1634年にオランダ西インド会社の主導でオランダが奪取した。スペインは1642年まで断続的に奪回しようとしたが失敗した。オランダとスペインが キュラ総統をめぐって争ったのは、近海がアメリカ大陸の銀をスペイン本国に輸送するルートの一つになっていた戦略的価値によるもので、オランダは脱ダ出後すぐにスペイン先進撃の拠点としてアムステルダム要塞を築いた。このアムステルダム要塞の周辺に発達したのがプンダ地区であり、要塞周辺の支壁に囲まれた格子状の街路を持つ地区として建設された。 こうした要塞に隣接する主壁に囲まれた都市という構造はアンボイナ、スラバやレシフェなどにも建設されておりオランダの植民都市の典型とされている要塞は1648年にオランダスペイン間の講和条約が成立すると当初の意義を失い大西洋三角貿易の中継地点へと中心的な機能を変化させたすなわちオランダ西アフリカ ベネズエラの交易において、西アフリカからの黒人奴隷をベネズエラのカカオプランテーションに供給する中継地点を形成するとともに、ベネズエラからヨーロッパへのカカオの出荷の集産地として機能したのである。こうした機能のための商工の建設は1670年代のことであり、直接支配したオランダ西インド会社による自由貿易港の宣言は1675年の ことであった。1680年代以降にはプンダ地区がウィレムスタットと呼ばれるようになったが、次の市街の拡大は西側のセントアナバーイタイで行われた。それがオットロバンダ地区である。オットロバンダは18世紀初頭のリフ要塞の建設に始まるが、周辺の住宅地は当初富裕層や上級管理が居住したプンダ地区と違い、 労働者階級が中心となった。後には、解放奴隷たちも多く住むことになる。キュラソー・バロックの高齢とされる、ペンハ・ビルディング・オランダはもともと自国の都市計画を、そのまま持ち込むことを起としており、アムステルダム要塞の様式や旧市街の街路などには、それが顕著だが、18世紀になると、曲線的な派風に、特色のある、キュラソー・バロックと呼ばれる、建築様式が発達した。 さらに、1817年には、総督の命令で、ファサードが鮮やかなパステルカラーで彩られることになった。ウィレムスタットの街並みは当初、オランダ戦にバラストとして積まれていたレンガを使って建てられていたものの、それでは足りなくなって、地元の珊瑚石が使われた。しかし、脆弱な珊瑚石を、質の悪いモルタルで固めた建材は、崩れやすく、補修のたびに、 表面の白いプラスターも塗り直す必要があった。これをパステルカラーで塗ることになったのは白い壁面に照り返される強い太陽光の有害性を解いた医師がいたことによるという。現在では法的拘束力は失われているが地元住民は自発的にパステルカラーで塗り直している。プンダ地区の北側に入り込んだワーイガットワンの 対岸でも17世紀末から18世紀初頭にかけて新たな開発が行われた。それがスカロー地区である。スカロー地区の開発は18世紀半ばに防衛面の不備を理由として中断が命じられたが、19世紀半ば以降に活発化した。その主力を担ったのがアムステルダム経由で流入したユダヤ系移民たちで、 彼らは1866年のプンダ地区の私壁撤去でも資金を供給している。彼らがそれと引き換えに手に入れたのがワイガットワン王に位置するピーターマーイ地区の土地であり、17世紀以来散発的にしか開発されてこなかった地区が19世紀後半にユダヤ人居住区として急速に整備されていった。 19世紀の様式の恒例とされるビラベルベデーレ1888年には、プンダ地区とオットロバンダ地区を結ぶクイーン・エマ教が完成し、セント・アナバー医療群の人口移動を促進した。その結果発展したのが、オットロバンダ北部、及びオットロバンダ北西に隣接する皇帝園地区である。スカロー、ピーター・マーイ、オットロバンダ北部、 皇帝園などの19世紀に開発が本格化した地域はキュラソー・バロックとは異なり直線的なハ風を特色とする様式が導入されている。こうした都市の歴史的な街並みを守ろうとする動き自体は1913年には見られたが実効性のある対策に結びつく動きは第二次世界大戦以降のことであった。 1959年には、ミレムスタットの建造物群に関する最初の論文が交換されている。1969年5月の暴動の際には、プンダ地区やオットロバンダ地区の歴史地域でも火災による被害を受けた。1970年代以降の文化財、関連法制の保護対象となっている。登録範囲周辺の地図登録対象は、歴史的ないつの外区。 およびプンダとオットロバンダを結ぶクイーン・エマ橋である。これらの街路は上述の歴史的経緯から建設された時期や地区によって差があり、住居の形式もプンダ地区に顕著なレンムネ型とオットロバンダ地区などに顕著な小立型に分類されている。前者は地域の拡大を制限する史壁の存在と密接に結びついており、 短冊状の細長い3層構造の住居が隣り合う形式である。これはさらに敷地の広さによって形式が細分化されるが、基本的にはオランダ・アムステルダムの住居形式が踏襲されたもので、あると指摘されている。校舎は敷地に制約のなかった郊外型の住居で、基本的には2、3階建ての石像建築で庭を持っているのが普通である。 プンダ地区はオランダ語の単に由来する名前の地区でアムステルダム要塞の建設を起源とする。アムステルダム要塞はもともとオランダ式の要塞建築様式がそのまま持ち込まれ、中庭を囲むように総督官邸、成長、教会が配置されており、構造上はハーグの王宮と同一であるとも指摘されている。官邸は要塞の入り口の上に建てられ、 教会は1707年に建設された。当初木造だった教会は1745年に石灰岩を建材に用いた拡張工事が行われ、現在は博物館になっている。他の建造物も現在は公共施設として市役所や学校といった公共性のある目的に使用されている。 1638年に完成した要塞は当初正型要塞のような5つの突き出た両方を持っていたが南側の両方は翌年壊されその廃材は支壁の建材として再利用されたその支壁の内部で1650年代以降に形成され始めた市街地が後にプンダ地区と呼ばれることになる区画である支壁の内部では前述のように レンムネ型と呼ばれる、細長い住居がひしめいていたが、スカロー地区の宅地開発などを理由として、現在では主に商業地区として機能している。なお、プンダ地区に残るオランダ風のファサードと落ち着いた、佇まいの内装を持つシナゴーグである。ミクベイスラエルエマヌエルシナゴーグは、1732年に建てられた西半球最古のもので、アムステルダムのシナゴーグである。 エスノガの影響が指摘されている。かつてのウィレムスタットにはユダヤ人が多く住み、1730年には白人の約半数がユダヤ人、18世紀末のユダヤ人人口は約2000人とされている。ミクベイスラエル・エマヌエル・シナゴーグは現在ではキリスト教制度に転用されているですテンペルと共にユダヤ人コミュニティの最盛期に機能していた宗教建築物である。 オットロバンダでは1701年から1703年にかけてアムステルダム要塞の対岸にリフ要塞が建設された。住居の建設許可は1707年に初めて降りたが、当初は要塞の車線を塞がないようにという観点から平屋の建築物しか許可されなかった。当初から労働者階級が多く移住し、1863年の 奴隷解放後は黒人たちが多く住む地域となっている。しかし、1888年にクイーンエーマ教トリフウォーター橋が建設されたことで、プンダ地区のユダヤ商人がオットロバンダ地区に進出した。彼らが住んだのは開発されていなかったオットロバンダ北部で、南部よりも広い街路に小建ての住宅が並んでいる。 ピーター・マーイの開発は17世紀半ばに遡るが、本格的な開発は1866年以降のことである。この年に行われたプンダチクシヘキ撤去の資金を提供した同地区のユダヤ人たちが引き換えとして得た土地がピーター・マーイであった。19世紀後半にはユダヤ人居住地として急速に開発が進んだが、20世紀以降、 ウィレムスタットの商工としての重要度が低下すると、市内のユダヤ人人口は顕著に減少した。スカロー地区の開発も1866年以降のことであり、ここでも中心的に関わったのはユダヤ商人たちであった。彼らはプンダ地区に店舗などを残しつつ、別邸をスカロー地区に建設した。スカロー地区は今もウィレムスタット市内における 高級住宅地と認識されており、かつては地区の裕福なユダヤ商人を指すスカロージンなる表現も存在した。ユダヤ商人たちが去った20世紀以降、彼らが残した低層の大邸宅は政府機関や民間オフィスとして活用されるようになっている。皇帝園地区は前日のようにクイーンエマ橋などの開通によってオットロバンダ北部が開発された時に、 さらに外側の地域として開発された。開発時期が新しい分、20世紀初頭の建造物群が良好に保存されている地区となっている。オランダ西インド会社が関わった植民都市の代表例といえるウィレムスタットの推薦は1996年7月11日のことであり、その年のうちに世界遺産委員会の諮問機関である。 国際記念物遺跡会議が現地を調査した。ウィレムスタットは、スリランカの世界遺産であるゴールの旧市街と、要塞や、後に世界遺産に登録されることになるパラマリボの歴史地区といった他のオランダ植民都市との比較においても、プンダ地区のような市壁に囲まれて発達した地区と、オットロバンダ地区のような市壁に囲まれることなく、発達した地区の両方の特色を、 それぞれ良好に保存していることなどが評価された。1997年にアイコモスによって出された韓国は登録で1997年の第21回世界遺産委員会において韓国通りの登録が認められた。また2011年の第35回世界遺産委員会では現在の登録名への変更が承認された。 世界遺産としての当初の正式登録名は、ヒストリックエリアオブ・ビラムストット、インナーシティアンドハーバー、ネザーランズ・アンティル、ゾーン・イーストリックでビラムストット、センタービル・イポート、アンティル・ニレン・デーザスだった。その日本語訳は資料によって、以下のような違いが見られた。現在の正式登録名は、ヒストリックエリアオブ・ビラムストット、インナーシティアンドハーバー、キューラサウ、 ゾーミーストリックでビラムストット、センタービルイポート、キューラサウである。その日本語訳は以下のような違いがある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。もともとオランダ当局は具体的な登録基準との対象を明記しないまま推薦しており、基準で登録すべきことを勧告したのはアイコモスだった。しかし、 そのアイコモスも個別の適用理由については明記しておらず、全体として以下のように指摘していた。ウィレムスタットの歴史地区は顕著な価値と完全性等を備えたカリブ海における欧州コロニアル様式の建造物群である。それは3世紀以上にわたる多文化コミュニティの有機的成長を冷笑するものであり、それを共に作り上げてきた多くの構成部分の 重要な要素を高度に保持している。なお、奴隷貿易で栄えていた時期があることは特に登録理由や概要説明では強調されていないが、あえてその点に着目して、これを負の世界遺産と位置づける文献も稀に存在する。ありがとうございます。